And welcome to Echoes of Six, the Song of Life. Day two here in town, continuing on from our 8th anniversary marathon back in December. Yeah, sorry about getting started a little bit late. After the events of the last game, Kiryu went to jail for 3 years. End up, just fucked up getting everything else, but, well, we got released and went to return to the orphanage, and then, they didn't want to go in, and then, but, turns out, for the kids is me. Can turn them missing something here. So we're playing on the PS5 version. I was almost playing the PS Xbox version, but it's like, oh shoot. Mame mo hirumeshi no jikan ka? Aikawarazu genki sou da na, Mame. マメ、まだだからね。まだ食べちゃダメ。よし。あ、開けたき。はるかお姉ちゃん、今頃何してるのかな。ちゃんとご飯食べてるのかな。はるかのことなら心配するな。きっと、カムロ町にいるはずだ。そうだといいけど。あやこお姉ちゃんもひどいよね。今までずっと黙ってたなんて。はるかの件はあやこが悪いんじゃない。だからあやこを責めないでやってくれ。あやこも今まで言い出せなくて。Sorry about being late. I just got my stuff. For you know, it's like, they didn't want it, and that's fine. Get that guy out of the kid. Haruka, 姉ちゃんが俺たちのことでそんなに思い詰めてたなんて、俺全然気がつかなかったよ。そうか。まったく。Haruka, 姉ちゃん、何でも気にすぎなんだよ。おじさん、ハルカ姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。俺たちハルカ姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。ああ、ちゃんと話すから心配するな。あのさ。おじさんがハルカ姉ちゃんと最後に会ったのいつ？3年前だ。俺が週刊中に一度面会に来てくれた。朝顔のみんなはよくしてくれるって言っていた。そう。もしかしたらその時からハルカは悩んでいたのかもしれない。俺が気づいていればこんなことにはならなかった。本当にすまない。おじさんは悪くないよ。でも早くはるか姉ちゃんを探さないと。もしかしたら悪い人に捕まってるかもしれない。ああ、必ず探し出してここに連れて帰る。あ、おじさん、さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。SNS とか全然やってないんだ。そうか。調べてくれてありがとうな。はるかについては、とりあえずカムロ町の知り合いに聞いてみようと思う。もしかしたら何か、はるかに関する情報が見つかるかもしれない。じゃあ、
僕ももう少しネットで調べてみるよ。すまないな。はるかお姉ちゃんを探し出すってどうやって探すの、おじさん。そうだな、まずはカムロ町にいる知り合いを当たってみる。知り合い？ああ、秋山って男だ。大阪やカムロ町ではるかの助けになってくれていた。あいつなら何かはるかに聞いているかもしれない。すぐに電話で連絡を取ってみよう。そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。おじさん、晩飯の準備か。何か手伝えることはないか。ううん、いいの。これくらい一人でできるから。それにいつまでもお姉ちゃんたちに頼ってちゃダメだと思うし。そうか。あのね、おじさん、おじさんがはるかお姉ちゃんを見つけたとしても、はるかお姉ちゃんがこの家に戻ってくるかはまだわからないよね。そんなことはない。ちゃんと会って話せば戻ってくるさ。だから心配するな。うん。お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。I thought I can't give him that number. Damn, what's going on? おじさん、秋山って人連絡取れたの？ Unfortunately no. 連絡先が変わってた。え、そんな。電話がダメなら直接カムロ町に行って探す必要があるかもな。でもそれじゃあまた私たちを残して出ていくってこと？Shouldn't leave yet. I don't know. おじさん、俺どうしたらいい？はるかのことは気にするな。お前は野球に集中するんだ。でもはるかは必ず連れて帰る。そうしたらみんなでお前の試合を応援に行くさ。その時はいいところを見せてくれ。わかったよ。Keep worrying, wait, can't let them keep worrying us. You need to find her girl fast. Jamal had to hit a. じゃあ、行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ。シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ。おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもうカムロ町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ、おじさん。わかってる。三尾、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、イズミ、アヤコ。今度はそう長くは待たせない。
俺もハルカも必ずここに帰ってくる。そうか、マメもいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。Back to city.この町に帰ってきちまったか。Welcome back, Trophy Grand. This company is Hey, as they say, this is always trouble. ちょっとそこのお前。やっぱりキリュウか。伊達さん。なんだよお前、いつ無所から出てきた。まあついこの間だ。たく、お前が出所する日は何度も問い合わせたんだから、誰からも連絡が来やしねえ。ああ、でもよかったぜ、偶然でもこうやって会えたんだ。え、少し老けたか。まっとうに年食っただけだ。お互い様だけどよ。そうだな、長かったな、キリュウ。よく頑張ったよ、お前は。しかし、無所出た足で沖縄に行くかと思ってたんだが。沖縄にはもう行ってきたんだ。そうなのか。伊達さんは相変わらず忙しそうだな。殺しがあったんだ。東城会のヤクザが中国人に刺されて死んだ。カムロ町じゃ今、中国マフィアと東城会とでドンパチの真っ最中だな。中国マフィアか。ああ、お前が無所に行ってからいろいろあった。去年カムロ町で大火事があったことは知ってるか。ああ、無所で聞いた。その火事が東城会のカムロ町支配が崩れたきっかけでな。焼けたのはアジア街の一帯だが、その焼け跡に大陸から西洋から中国マフィアが入り込んだんだ。でそいつらと東城会の抗争が始まって、片桐にまで犠牲者が出るようになった。それで警視庁は躍起になってな、東城会上層部に抗争の責任を押し付けるようにして、真島と堂島大吾を逮捕した。何、知らなかったのか。半年か、もう少し前だ。大吾が捕まったとすると、今の東城会を動かしているのは本家の相談役だった菅井って幹部だ。知ってるか。面識はねえが、確か二代目時代からの古参のはずだ。ああ、間違いない、その菅井だ。Typically, it's probably tried to really fall for everything. お前はもう東城会に関わる立場じゃなかったな。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。俺も余計なこと言って。ハルカはどうしてる？っていうかお前、なんでカムロ町にいるんだ？秋山のことを探しに来たんだ。もっと言うと、秋山にハルカの居場所を聞きたいと思ってる。ハルカの居場所？ハルカは沖縄から姿を消したんだ。もうずいぶん前からな。なんだそりゃ。俺も沖縄で知ったばかりだ。それで秋山ならハルカのこと何か知ってるかと思ったんだが、携帯が繋がらねえ。実は秋山のことは俺も気になってた。あいつな、金貸しの会社閉めたぞ。ん？スカイファイナンスか。しばらく休業してる。多分まだカムロ町にいるとは思うんだが、聞いた話じゃどうも中国マフィアに狙われたらしい。何？すまんが、そろそろ行かねえと。後でまだ連絡する。詳しい話はそこでしょう。ああ、わかった。一応言っとくが、アジア街に近づくときは気をつけろよ。例の中国マフィアが幅利かしてる。なるべくなら行かずに済ませた方がいい。わかった。気をつけるよ。ありがとな、伊達さん。おう。いや、またな。
So like, yeah, I'm a close guy finances. I have Italian leads up, so I'll go check there. For floating around the building. This guy Venice used to be. This accepting canon application against a gamma really did. もしかして、キリュウさん？久しぶりだな、ママ。もう、びっくりさせないでよ。本当に突然なんだから。悪かったな。ってことは、出所されたのね。じゃあ、みんなでお祝いしなきゃ。いや、いいんだ、ママ。ちょっと挨拶に寄っただけだ。あら、そうなの？それより、伊達さんと店の前で会った。この街も随分物騒になったようだな。Very dangerous. そうなの。ここ最近いろんなとこで殺人事件が起きて、本当に治安が悪くなってきちゃった感じよ。キリュウさんも気をつけてね。ああ、そうだ。ママに聞きたいことがあるんだが。何かしら。秋山の居場所を知らないか。ああ、秋山さんね。ごめんなさい、私もわからないの。少し前に突然お店閉めちゃってね。その日から全く姿を見せないのよ。変な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。そうか。この辺りで遥かを見かけなかったか。え、遥かちゃん？遥かちゃんがどうかしたの？ずいぶん前の話だが、はるかが沖縄から姿を消したんだ。理由はいろいろあるんだが、俺がこの町に来たのははるかを探すためなんだ。そうなの。それは大変ね。てっきり沖縄で暮らしてるのかと思ってた。はるかちゃんとはここ数年会ってないわね。そうか。でも何か分かったら連絡するわ。あと、このお店ならいつでも使ってちょうだい。遠慮なんてしなくていいからね。ママ、いつもすまないな。
それじゃ。そこのおっさん、お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。It's like he's running around looking for fights for a whole bit. I'm beginning to worry, but.地下街で飲んでたの？ええ、酔っ払ってわけわかんなくなっちゃって、気がついたらアジア街の店で飲んでたんです。すいません、まだ準備中で。あれ？もしかして桐生さん？久しぶりだな、マスター。本当にお久しぶりです、桐生さん。一杯ご馳走させていただきますよ。マスター、ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。聞きたいこと何ですか？スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだ、マスター。ここ最近秋山を見かけなかったか？そういえば秋山さん、最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか。
わかった。ありがとう。はるかをこの辺りで見かけなかったか。あれ、はるかちゃんですか。ご一緒じゃないんですか。ああ、ちょっと訳があったな。今はるかがどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながら分かりませんね。でも何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。This is a team that's placed together, the one placed the cop who we were told now together. I didn't want to right now, they put all back up in here. It's capable of knowing that Toto Clan is struggling with them. ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも東上界のヤクザがアジア街で偉そうな態度は良くない。江戸さん、信用できねえのはわかるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら、その懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで誤信だ。I think it's stupid. お互いにフェアで行こうや。あなた方東上界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへ、これから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。Yeah, boy.
これが最妖怪ボスからの答えです。マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したって。話せ。誰だ？お前。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって町金をやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂、这里已经没事了。咱们走吧。間違いねえ。ありゃ四代目だ。道島の竜が帰ってきたのか。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。
blows me up for no reason. しばらく寝てろ。地理禁止だ。消えろ。何を突っ立ってる。早く行け。そんなに怒鳴ることはねえだろ。僕に何かあるのか。何にもない。いいから消えろと言ってる。どういうつもりだ。何を溜めてる。そうか、わかったよ。そんなに取りたければ通してやる。可以，你留在这儿，别让任何人通过。家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来吗？我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか、なんとなくわかるぞ。おい、日本人か、あんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。别手下留情，把他给我杀了！縄ほどいてくれよ、早く。ふう、命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東条会のもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みたいな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気だってるな。狙われてんのは東条会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った。うん。スカイファイナンスの
秋山俊。知ってるのか。知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東条会の6代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか。いや、そうは言わねえけど、でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん秋山のこと探してんのか。ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ、こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど、何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は桐生だ。ほう、桐生さんね。わかった、じゃあまたな。キリュウ、キリュウ、キリュウ、カズマ。いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。I don't know how long it takes for everyone to do with him.しばらく寝てろ。けどライザップって効果あるんだな。正直疑ってたわ。ん？お前蓋しろよしろ。ライザップ、確か流行りのスポーツジムだったな。あれ、どうされました。ん、わかりました、どうぞこちら。ああ、こちらが受付。ああ、悪いな。いらっしゃいませ。そのご新規の当店は入会か。はい、カウンセリング、そちらをお客様にご覧。なるほど、それじゃあひとまずではカウンセラーを。ああ、わかった。 It's like an inside story. I didn't want to get involved.お待たせいたし、私がカウンセ。なんだ、キリュウさんですか。いい感じ。それでは、ああ、頼む。まずライザップ一人一人。あ、もしかしたら。そしてお、トレーニングはわかる。ええ、トラ。なるほど。トレーニング効果、トレーニングと食事アドバイス、会員になっていただくと、以上がライザップ。なるほどな。さて、それ込み入ったことはお聞きいたしません。ああ、わかる。いやあ、キリュウさん先。ほう。いえいえ。さてキリュウさん。ライザップ。入会を頼む。おお、ご入会ありがとう。ああ、ははキリュウさんよ。ではまずトレ、その後お、あ、わかった。はい、まあさ、それではトレーニングを始めましょう。
いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございます。なんだ、秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって金貸しをやってたやつなんだが、最近ここにいたらしいんだ。あんた、秋山さんの何？古い達だ。あんた、秋山を知ってるんだな。今どこにいる？さあね。何か知ってるなら教えてくれ。俺、キリュウってもんだ。秋山に大事な用がある。あんた、キリュウって、もしかしてキリュウカズマ？そうだ。おお、本当か？いや、確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビで見た顔だ。ニュースになってたよな。3、4年くらい前。ああ。秋山さんもあんたの話をしてたことがある。そうか。あんただったら秋山さんも会うかもな。秋山の居場所知ってるんだな。どこにいる？このすぐ近くだ。案内するが、その前に一つ頼みがある。聞いてくれるか？なんだ？そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん、それだけか？それだけだ。俺は毎日飯が食えればそれでいい。長年ホームレスやってるとそんなもんだ。わかった、ちょっと待ってろ。I just do the bento. Thank you.
つけがなってね。ったく、時間食っちまった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。 I stack up now instead of just going one. Stack up now instead of just eat the individual one. Your body takes up some of it. Seriously, took the sick game for that to happen. Yeah, just say. Got てきたぞ。ほら。弁当だ。すまないな。ああ、腹減った。くったくった。久しぶりのごちそうだった。You know, you buy multiple. それじゃあ約束だ。Yeah. 秋山さんの居場所を教える。Of the top of the sea, which is all each individual one you buy would take a flight. ああ、すぐ近くだよ。I think I'm picking that one.Oh, the man on the cover. この下に降りてみな。なるほど、こういうことか。秋山はこの下にいるんだな。行ってみりゃわかるよ。秋山か。うん。な、あれ、え、キリュウさん。久しぶりだな。いや、まあその、あ、どうぞ座ってください。見ての通り大したお構いはできませんけど。探したぜ。スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあなんでか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな今の会長は。ねえ、街がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。商売上がったりなところにあの子まで危険にさらすわけにはいかないもんで。Again, they might use her to get to you. So again, お前は思ってたより元気そうだ。キリュウさんもようやく出所されたんですね。しかし、なんでまたカムロ町に？お前に会いに来たんだ。お前ならハルカが今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。ハルカちゃんは？え、朝顔に戻ってるんじゃないんですか？そうか。お前にも遥かの行き先は分からないか。すみません、
キリさん。Well, good taste for nothing. せっかく沖縄から来てくれたのに、お役に立てなくて。いいんだ。お前の状況も知らずに、俺が勝手に押しかけてきた。これからどうします？もう少しカムロ町でハルカを知ってる人間がいないか、聞き回ってみる。俺も自由が聞けば手伝いたいんですけど。いや、無理すんな。あいつら一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。最妖怪のメンバーで俺を探してます。エド、文句言うわけじゃないんですけど、キリオさん、つけられましたね。あ、目そろした。今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なんか。まあ、会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつです。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺に触ることを言います。秋山さんのお連れの方。なるほど、雑魚じゃ相手にならないわけ。お前、キリュウカズマ。 Hey, somebody actually knows who we are. 東条会元四代目会長、二つ名は堂島の D。 日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。キリュウさん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな、朝のラジオ体操は欠かせない。健康的ですね。Okay, here, this is not where we're rusty. 哀れだが、極道は死に場所を選べないものだ。二人とも共に死ぬのがいい。Dude, you had five guys, had five or six guys with you. よく言うよ。そこに倒れてる余裕はあんたのお仲間だろう。But still, you had us outnumbered. ところは挨拶だけにしておく。だが二人とも必ずまた会うぞ。Mop the floor with you, dude. And he said, I'll be back. 一緒にいたのがキリュウさんで助かりました。I'll bring more guys with me. それでもピンピンして帰っていきやがった。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別なやつだと信じたいですけどね。何にしてもこの隠れ家はもう使えません。Yeah, they got different now.
This is because we led them to you. That would suck. いやー、やっぱり太陽の下はいいですね。空気もうまい。すまなかったな、秋山。せっかくの隠れ家を台無しにしちまった。構わないですよ。ちょうど寝るのに飽きてたとこです。それよりここを離れましょう。またエドが仲間を連れてくるかもしれない。Good point.伊達さんからだ。キリュウ、今どこだ？カムロ町にいる。児童公園で秋山も一緒だ。そうか。二人とも今すぐ東都病院に来られるか？ん？悪い知らせだ。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃないんだが、ハルカがカムロ町で事故に遭った。生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ？ハルカ、カムロ町にいたのか？え？とにかく話は病院で。いいな。Yeah, boy. あ、ちょっと、キリュウさん。初乗り料金730円になります。どちらへ行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。キリュウ。伊達さん、患者さんですか？でしたらご遠慮ください。衛生的に問題がありますので。こいつは警察の後輩で本庄だ。俺に遥の事故を知らせてくれたのがこいつでな。本庄だ。あんたのことは伊達さんからよく聞いている。遥、どういう状況だ？ ICU にいる。とても会える状態じゃない。腰と肩を骨折して出血もあるが、一番深刻なのは頭だ。強く打って意識がない。重体だ。Oh, man. 何があった？ひき逃げだ。無茶な運転してたチンピラが偶然居合わせた沢村遥を引いて、今もそのまま逃げている。ひき逃げ。大丈夫か、キリュウ？いや、今は何も考えられない。だろうな。けどこの話には続きが。Because like a daughter, of course, can't be upset and frustrated and confused and 来てくれ。Everything. お前に見せたいものがある。あれだ。うん。事故に遭った時、車が突っ込んでくるのを見た遥が、自分のことはお構いなしに体を張って守ったものがある。何？何？Light blooms the mail, chapter 2. Okay, I'm gonna take a little bit break before we continue getting fresh to drink and stuff. Well, continue with chapter 2. I'm only gonna get to chapter 2 today because I'll let you start. But, I can just if you want to continue on with day 2 of the year, because this is the song of life.
Until just a few moments.
And we're back. Sorry, I had to check my thumb there. Shit, I forgot to plug my back in there. Okay, we're good. That's where the controller. I like about Xbox the part. But it actually uses regular batteries. Charge. Yeah, just easily replace it. The batteries get dead. Yeah, masaka janai. Namae wa Haruto da. Hore. つまりこの子はハルカの子だ。まさか。そんな。名字が同じってだけじゃない。自分の体を張って守ったんだ。それは自分の子だからこそ。なら父親は、この子の父親は誰なんだ。わからん。わからない。そういうもんがわかる持ち物は何もなかったんだ。彼女が持っていた携帯は壊れてて、今中のデータが取り出せないか調べている。それに遥香がいつから神室町に来てたのかも分かってない。そのあたりは全部遥香の意識が戻らねえと。回復の見込みは今は何とも。悪いが下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんだな。医者ができる限り手を尽くしている。今はただ祈って待つしかねえ。先輩、すみませんが自分はそろそろ、まだ事故現場に仕事が残ってますんで。待ってくれ本庄さんだったな。うん、ハルカが事故にあった場所はどこなんだ。何のつもりだ。あんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。おい本庄、言い方何と言われようが構わない。 Can't carry the West up yet. こんなところでじっとなんかしてられねえんだ。 Me 2 feet tall. Be sure. 沖縄にいたはずのハルカ、いつの間にかカムロ町に来て事故にあった。わけがわからねえ。あいつを引いたチンピラってのは誰だ。それ何より、本当にこの事故は偶然なのか。ハルカが誰かに狙われたって言いたいのか。今でもお前を恨んでいる誰かの仕業。そうだとしたら許さねえ。絶対に。待て、いいだろう。事故現場は占領通りのあたりだ。今すぐでよければ俺が案内してやる。構いませんか、伊達さん。ああ、頼む。悪いな。At least he got out of the way, because there's no way that's going to go well for him. With him. ここだ。沢村遥は赤ん坊を抱えてこの歩道を歩いていた。そこへ背後から黒いセダンが突っ込んでいった。車はあそこの地下駐車場から車止めのバーを突き破って暴走したらしい。車に乗っていたのは男が一人、20代くらいの若いチンピラ風で、親子を引いた後そのまま逃げた。チンピラか。東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中なんてな。その関連で無茶な運転してたって見方がまず一つある。それでチンピラが車を暴走させたってことか。
だとすると、そいつは東上界の人間か、中国マフィア。That's a very good question. いや、そうとは限らん。今のカムロ町には他にも組織が方々から入り込んできている。ん？少し説明する必要があるな。まず3ヶ月前、ある一人の中国人が殺された。中国マフィア、西洋界のメンバーだ。そいつは西洋界の幹部だが、総帥の一人息子でもあった。要するに組織の後継者だ。名前はジミー・ロー。その殺しをきっかけに抗争は激化。東上界の6代目が逮捕されて、一旦収まっていた火種が一気に燃え上がった。東上界がそのジミー・ローを殺したのか。まだ犯人は分かっていないが、少なくとも西洋界はそう思っている。Okay, saying what we know about these games series of the Taiwan, it's probably with a Trian member. I know, wait, there's no proof. Could be somebody who sees Jimmy is weak, doesn't want to take over once the current players dies. Take Jimmy out, start a war. そして2度目は10年前。その時はあんたも東上界と人言派を潰すのに一役買ったはずだな。もうずいぶん昔の話だ。あんたには過去でも奴らは恨みを忘れない。東上界への恨みも、あんたへの恨みもな。カムロ町に長居するつもりなら、せいぜい周りに気をつけろ。やっぱり。Tracks. The car was probably swerving down the road as he tried to gain control. He's driving, he's so reckless. Just panicked. With a couple of car keys being out of there, the gate turned down in the process. Going pretty fast by the time he reached it.That's bad. That must be where Erica was hit by the car. ちょうどそこを沢村遥が歩いていた。彼女は車が突っ込んでくるのを見て、避けることもできず、ただとっさに子供をかばうようにかがみ込んだそうだ。くそ。そこを見てみろ。路面にブレーキ痕が残っている。沢村遥を引いた後、運転手は車を止めてはみたが、すぐにまた車を急発進させた。だいぶ慌てていたらしい。てめえで引いちまった親子の無事を確かめようともしなかった。つまり、どういうことだ。もし万が一の話、沢村遥があんたの関係者ってことで狙われたとしたら、運転手は彼女の生死を見届ける必要があるんじゃないか。だが、今回の場合、犯人はその段取りを踏んでいない。だから俺が思うに、彼女はあんたが極道だった過去に巻き込まれたとか、そういうんじゃない。あくまでも偶発的な事故。彼女はただ運が悪かったんだ。あんたが知りたかったのはそういうことだろう。だがそのチンピラは、まだ逃げ続けているんだろう。ただのチンピラが今時の警察から、そんなに簡単に逃げられるもんなのか。今も警察は全力を挙げて車の足取りを追っている。まだ逃げ切られたとは考えていない。ところで、気づいてるか？さっきからお前のことを見ている男がいるぞ。
あの帽子をかぶった男か。いつからいた？気がついたのはさっきだ。ただ、やつのスマホのカメラは間違いなくお前を意識している。俺を見張ってるってことか。それとも、この事故現場を見に来たか。どうする？こっちから挨拶してみるさ。もし俺に用があんなら、まず自己紹介させてやる。ええ、現場にいます。特に問題ないかと。おい、ここで何をしてる？くそ！待て！じゃあの！逃げろ！止まれ！なんであの場所で俺を見張った？見張ってたわけじゃありません。護衛をしてたんです。四代目。お前、搭乗会の人間か？ええ。搭乗会直系の染谷一家のもんです。染谷一家？ご無礼をお許しください、四代目。親父からの命令だったんです。四代目を影からお守りするようにって。俺は昨日までずっとカムロ町を離れていたし、今日来たことを搭乗会に知らせてもいない。なのに随分手際がいいな。なぜ俺があの場所にいると分かった？自分にはよく分かりません。ですが親父が言ってたんです。あの場所にいればきっと4代目が現れると。何？4代目が大事になさってるお嬢さんが事故に遭われたんですよね。親父からはそう聞いています。そうか。ならお前の親父ってのは今どこだ？染谷一家の総長はどこに行けば会える？別にお前が言わなきゃ街中で聞いて回るだけだ。だが省ける手間は省きて。わかりました。親父は搭乗会本部です。菅井会長代行と会うと言ってましたから。搭乗会本部か。くそ、またあそこに行かなきゃならねえのか。あの、何か？俺は搭乗会の匂いを消すために無所で身を洗ってきたばかりだ。そっから何日も経ってねえのに、なんてざまだと思う。 Everything I'm out, they pull me back in。Oh, my God.
Dipshit. Give up by now. Seriously. Hazunori ryokin 730 yen になります. Dochira he ikaremasu ka?かしこまりました。それでは出発いたします。初にお目にかかります。四代目、どうも。染谷一家総長の染谷です。この度は無所でのお勤めご苦労様でした。俺が来るのを待ってたってわけ。うちの子分が四代目に誤解を受けるようなまねを、どうかご容赦ください。誤解ってのはどういうことだ。立ち話もなんですから、そのあたりも含めて中でじっくり話しませんか。四代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。菅井さんご存知ですよね。登場会じゃ桐生さんより古い。六代目が不在の今、菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か。まあどうぞ奥へ。俺もゆっくり四代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強させてくださいよ。ねえ。
たびたび失礼します。おお、四代目をご案内してまいりました。お久しぶりで、四代目。俺の顔、覚えてます？やっぱり覚えてませんか。ま、俺は六代目体制になっても名ばかりの相談役でした。無理もない。もうお聞きでしょうが、六代目が殺にパクられてからこの老いぼれが引っ張り出されましてね、せっかく若返った登場会もまた古い世代に逆戻りです。How convenient. ずいぶんでかいテーブルを入れたんだな。極度も最近じゃ書類仕事が増えましたんでね。お気に召しませんか。そこの染谷ってのは書類仕事向きじゃなさそうだ。俺は書類だ数字だって役割じゃありません。ヤクザにもいろんなのがいますんで。まあどうぞ四代目。長居するつもりはね。だがいくつか聞きたいことがある。例の四代目が目をかけたお嬢さんがひき逃げされた件ですか。はあ、痛ましい話だ。お察しします。遥かの事故はいつ誰から聞いた。事故直後に札からの情報です。あんたのとこには神室町中の事故の報告が行くのか。沢村遥というお嬢さんは四代目の大事な身内として広く認識されています。もちろん特別に重要な件として私のところへ報告が来ました。聞きたいことというのはそれだけで。その事故現場に俺が来ることを見越して監視していた男がいた。そいつは染谷一家の人間と言ってたが、監視を指図したのはあんたが、菅井。監視じゃなくて護衛ですよ。四代目が神室町にいらしていると報告があってからずっとお探ししてたんです。それがお嬢さんの事故をきっかけにようやくのご無事を確認できたという次第でね。染谷の言う通りです。俺も差し出がましいとは思ったんですけど、今は中国人とドンパチの真っ最中でして、四代目は堅気になったとはいえ、中国人はそういう事情もお構いなしに的にかけるかもしれません。余計なお世話だ。俺に護衛は必要ない。四代目の人柄についてはよく存じ上げてるつもりです。そうおっしゃることは目に見えていたので密かに動いていました。気分を害されたなら申し訳ない。だから言ったじゃないですか菅井さん、四代目に護衛なんか必要ないってね。だいたい狙われる理由がないんですよ。もう道島の竜なんて看板とっくにカビが生えてんですから。桐生さん、さっき俺らに監視されてるって言いましたけど、それも自意識過剰なんじゃないですかね。今やってるドンパチは俺らの世代の構想ですよ。とっくに引退された人間の出る幕じゃありません。随分と威勢がいいんだな今の若いのは。中国マフィアとの構想のおかげですよ。いやだってそうでしょう。最近まではいかに金を稼げるかがヤクザの力だった。六代目体制の登場会幹部はみんなインテリでしたよ。でも今は違う。
でかい構想のおかげで東城会のヤクザの価値は喧嘩の強さになった。敵の首取った数がヤクザの格に直結する。要するに力ずくで出世できる、ヤクザにとっちゃ至極まっとうな時代が来たってことです。いい時代になったでしょ、四代目。あんたもそうやってのし上がった極道の代表格ですもんね。これまで雲の上の人だった菅井さんも今じゃ俺ら若いもんの力を頼りにしてくれてますねえ、菅井さん。誰よりも組織のために体張ってる人間が中枢に入る、当然のことだ。今の俺にはヤクザの家事なんざどうでもいい。ただ最後に一つだけ聞く。お前らが遥の事故に関わっていることは何もねえんだな。どういう意味です？俺らにそんなことする理由はないでしょう。That's what we're trying to figure out. 確かに今のところは俺もそう思う。俺も遥もお前らの構想とは程遠いからな。だがもし万が一東城会が何かの理由で俺の身内に手を出したんだとしたら、その時は容赦しねえ。He means it。堂島の竜を敵に回したりはしませんよ。俺らには今他の遊び相手が山ほどいるんですから。Tell him he leaves. Can I count on the police to find this guy? Maybe we can get it back to the arena. And he has to be.伊達さんから聞いたわ。はるかちゃんが交通事故に遭ったって。ああ、今意識不明の重体で ICU に入ってる。しかもはるかを引いた犯人はまだ見つかっていない。何か犯人につながる情報がないか探ってるところだ。キルさん、スマートフォン持ってるわよね。ああ、ちょっと貸してもらっていいかしら。これでいいわ。ん？どうかしたのか？カムロ町の情報掲示板みたいなものなんだけど、そのアプリを今インストールしたの。もしかしたらそこに何か情報があるかもしれないと思って。ありがとう、ママ。後で試してみる。それじゃ。ちょっと待てや、おっさん。お礼に何か用か？ああ、いくらか金貸してほしいんだけどさ。すぐ返せっから財布出してくれ。そうか。で、すぐってのはいつだ？あ？んだとこら。てめえ、舐めてんのか！
What a bunch of idiots. マジかよ。この親父、信じらんねえ。なんだ、騒がしいな。あんたはジャスティスのレインメーカー。ずいぶん喧嘩慣れしたおっさんだな。 New Japan cameos。 君らじゃこの人は手に負えませんよ。僕らが守ってあげましょうか。 It's Okada。 いや、そんな、もう俺らはいいっすから。ほんと、なんでもないっす。それじゃあ俺らはこれで。なんか不思議なおじさんだね。ずいぶん雰囲気あるけどヤクザともちょっと違う。となると元ヤクザってどこかな。当たってる？何者だお前は。僕はジャスティスの孔明。ジャスティス。ベルジャスティス。新手のギャングってわけか。ギャングだなんて人聞きが悪い。むしろ僕らはギャングを潰すためにできたチーム。ジャスティスはその名の通り正義を貫く若者たちの集まりなんですよ。ほう。正直そうは見えないがな。いつまで遊んでるんだ、孔明。すみません、すみません。面白いおっさんがいたもので、すぐ行きます。早くしろよ。And he even called him a rainmaker, which was his nickname, and the name of his fishing moves. Fucking jeez.彼は岡田和親。Yeah, that's even that's his name in the game now. This is interesting. He makes rain, money rain. そして、ジャスティスのメンバー3000人の頂点に君臨する男。何？3000？驚きましたか？この狭い町に3000人の勢力。馬鹿にできたもんじゃないでしょう。彼のカリスマ性に惹かれて。ジャスティスには今日もたくさんの若者が集まってくる。若者の居場所のないこのカムロ町で力を発散したくてうずうずしてる連中がね。なんだかおっさんとはまた会える気がするな。それじゃ。しばらく見ねえうちにまたいろいろ出てきたな。この町は。ちょっといいですか？ん？あなた、すごく強そうですね。それに、正義の心を持っている。いやー、目を見ればわかります。あなたも。この町を救えるかもしれない。これはすいません。私、トラフルと申します。ずいぶん物騒になりましてね。実は、町の至るところで凶悪犯罪が起きてるんです。警察も手に負えない。こんな状況、のんびり警察に頼っていたら手遅れになってしまう。すでに被害を受けた人も多いんです。だから私、この町のトラブル用 SNS を開設したんです。この町で何か事件が起こったら投稿してみんなで助け合おうって。だからこの町を救うためにもあなたに力になってもらえないかなと。そうか、いいだろう。キリュウだ。キリュウさんですね。ありがとうございます。では SNS に登録しますんで、これでよし。これからカムロ町に起こっている事件が SNS に届きます。もし助けていただけるものがあれば、ぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。カムロ町を良くするために頑張りましょう。
I wish, and this is, I don't, this is what other games do, it's sort of annoying, it's like, can't buy, like, put self, like, they can have, like, where's the top? Like, so we don't have to go through every one of them just to get to the one we actually want to get to, like. Come on. Again, there's a goodbye. Actually put the ones you can actually buy on top. Why is that so hard? I guess the quantity to it. Muda Chono, Chozo Tenru, that's a move for Denami in it. That's what I knew, it was one of those. I thought it was more recent. Kiryu-san. Akiyama. Nanda. ずいぶんさっぱりしたな。いや、まあ、汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんで。伊達さんからお筋は聞きました。はるかちゃんはまだ ICU です。今んとこ動きはありません。そうか。それより、キルさん。はるかちゃんの子供のことでちょっと。ん？区の児童相談所ってのが来てます。キルさんに一言挨拶したいって。沢村はるかさんの関係者の方ですね。児童福祉士の野尻と言います。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので。それじゃごめんください。はるかの子供を児童養護施設に送るってことか？ええ、まだ1歳くらいなので正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ。俺は沢村遥の親代わりで桐生ってもんだ。だから赤ん坊の面倒は俺が見る。やっぱそれでは手間は取らせ。桐生さん、親代わりとおっしゃいますが親族ではないんですよね。でしたら桐生さんのような自称関係者にお子さんを引き取ることはできません。だってほら、例えばもしあなた方が赤ん坊の臓器を売るような輩だったら。どうなります？何？は？確かに今のは大げさに言いましたよ。でももしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任が問われちゃう。今時は実の親が子供を虐待死させたってうちのせいだって言われちゃうんです。こっちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにね。まあそういうことなんで、あなた方にお子さん預けたら私の責任問題になっちゃうんです。どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。児童相談所ってのはあんたみてえなやつばっかりなのか？そんなわけねえやな。はい。あんたの言葉は子供のことよりてめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。俺もはるかも施設で育った人間だ。親と呼べる大人のいない子供の苦しみはそれを味わった人間にしかわからねえだろ。だから俺はまだろくに口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくねえ。はるかも目を覚ませば同じことを言うはずだ。
何と言われても仕方がないんですよ。それにもともとこの件はあなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいでこんな面倒になってるだけでしてね。失礼。あとは病院の担当者と話しますから。キリュウさん、どちらへ。俺は遥の子をあんな奴の好きにはさせねえ。え、いや、キリュウさん、ちょっと待ってください。そこまでにしましょう。桐生さん、あの野尻って男は自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません。でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥に万が一のことがあればこの子は。何言ってんですか桐生さん。そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には遥は間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺にはこの子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後はどうあがこうがもうこの子には何もしてやれなくなる。はるかも絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ。少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れていく。遥が目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺は遥ちゃんに合わせる顔がない。何のためにムショに行ってたんですか。止めるな秋山。行かせてくれ。考え直してください桐生さん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだそんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。キリュウさん、お前はどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はねえ。そこをどけ秋山。クソ、なんで俺がこんな目に。Oh, so it's not choice. You're why they did this? Keep
あんた相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまね、秋山。本当にその子を連れて行くしかないんですか。厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんなだから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。もう少し待ってろよ。分かってる、腹減ったんだよな。まさかそんなもの食わせるつもりじゃねえよな。伊達さん、その子に食べさせるつもりならこういうのにしとけ。相変わらず無茶するな、お前さんはよ。 Well, this can't be somebody to protect this big thingPeople's on them. Ah, yeah. Mama. Stand there. Don't cut it. Soto. Because, like, a daughter, damn. I'm like. わかってるって. Makes him. That makes the kid a granddaughter. Grandfather, man. いろいろうるさかったが話をつけといたよ。赤ん坊に何かあっても俺がすべての責任を取るっつってな。そうだったのか。そしたらあいつこう言ってたぜ。なら私は何も知らない。今回の件は何も聞かされてないし、病院にも行かなかったで通させてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしい。まあいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。何度も上に異動願いを出してるってよ。さっさと受理された方が子供たちのためだ。児童相談所で働く真っ当な人たちの名誉のためにもな。また面倒かけちまったみたいだな、伊達さん。いいさ、あのまま遥かの子が野尻に渡されてたらと思うとその方がゾッとする。うちの鞘にもあんな頃があったよ。今じゃもうすっかり大人になって手がかからなくなったかな。さやかホストに引っかかって大騒ぎしてたのがもう10年も前か。ああ、あん時が俺の人生最悪の時期だったよ。お前に助けてもらわなかったら今頃俺もさやもダメになってた。俺な、キリュウ、お前にはまだあの時の借りを返しきれてねえと思ってるんだぜなら今日は伊達さんのおごりでいいな。
それでも10年前のことはチャラだ。まさかな。そんなんじゃすまねえや。Ever Carey is a very simple man. 少し言いづらいんだが、やっぱり言わなきゃならない。About what? はるかのことだ。はるかか。どうしたんだ。あいつに何かあったのか。実はさっき手術が終わってな。幸い一命は取り留めたんだが。意識が戻らないんだ。この先いつになったら目を覚ますか、医者にもはっきりしねえ。Oh, man. なんだと。一体どうしてこんなことに。なあ、お前今日一日神室町で動き回ってたんだろ。遥かが姿消してた間のことで何か分かったことは。何もない。沖縄を出た後、遥かが3年もの間どこでどう過ごしていたのか分かったことは何も。そうか。ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。うん。これは遥かの携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元できたのはこの1枚だけだった。どこで撮った写真だ。この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度がわかる。この写真の撮影場所はな、広島だ。広島？ああ、広島の尾道神外町の付近だ。それじゃあ、はるかは沖縄を出た後広島に。みたいだな。その後どういうわけかまた神室町に戻ってきて、今日は赤ん坊と二人して事故に遭った。ハルカが広島にいたのがどのくらいの時期だったのかわからん。ハルトの父親が広島。その男なら今までハルカに何があったのか、なんで今日神室町にいたのか、きっとその答えを持ってるはずだ。さて、I'm guessing her next move is Hiroshima. そいつから聞きたいことは山ほどある。だがその前に俺は遥かの親代わりだ。大事な娘に赤ん坊を産ませて、挨拶にも来ねえその若造に説教の一つも垂れてやらなきゃ気が済まねえ。Well, we don't know what happened. It could have been the広島に行く。ハルトも一緒だ。俺はあんまり賛成できねえけどな。ん？広島には陽明連合会がある。陽明連合会か。陽明連合会っていや、近江連合、東条会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバー3の組織だ。他の組織と手を結ぶことなく常に独立独歩。それでいて好戦的というわけでもない。一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み入れようなら手段を顧みず敵を駆逐する。あの近江連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。ああ、広島には触れるなという話は昔兄貴分たちからもよくされたな。陽明連合会は天下を警防せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルス・タケルは広島という地を守り続けた。クルス・タケルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるんだろう。戦後に名を馳せた幕府であり、
生ける伝説とまで言われる男だ。ああ、だが俺が登場界にいた頃から実際に会ったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降クルス・タケルの行動を何一つ確認できていないんだ。生きているのか死んでいるのかそれすらわからないということか。生きてるとすりゃ100歳に近いはず。そんなジジイがどうやって広島のイケイケをまとめ上げているのか。組対四課の噂じゃクルス・タケルという人間はすでに存在せず、若頭の小清水というのが実質的なトップとして組織を動かしているという話なんだかな。とにかく広島は警察でもよくわからない謎だらけの危険地帯ってことか。そうだ。だからお前が足を踏み入れりゃ、場合によっちゃ東条会と陽明連合会との一大戦争が引き金を引くことになりかねない。今の俺は仇なんだ。どう動いたところで何も起きゃしねえよ。まあお前ならそういうに決まってると思っていたがな。だってさ、俺が東京を離れている間、はるかのことを頼むぞ。ああ、こっちは任せてくれ。言えば秋山のやつもついててくれるだろうしな。しかしな、あのはるかがあんな可愛い子を産むなんてよ。誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。はるかは必ず目を覚ます。だからよ、キリュウ。それまでに必ず、ハルトの父親連れてきてやってくれ。はあ。アシーム・シャラズ。アシーム・アゲ。That Hiroshima is obviously infamous for being a fertility place. Chapter 3, Foreign Influence. Obviously, want to just be able to.Out of this and end the game. I did say melee because, and we just did that before. Is there a quitting? Was there gonna be moment? That's one thing is so annoying. It's like, do we just want to get to the.So I get back to the game, it's like, yeah, we just wanna... We just wanna, you know, and at the, before the beginning of the chapter, you have to go all for that just to get to... It's always been annoyance. But yeah, that's a good spot to end. I got the two chapters like I wanted to today. Might not have gotten another one if we had started like 1 or 12:30.But it's fine. I got to where I wanted to, so we're good. We'll be back on Monday with day 3 of this. Let's continue with chapter 3 and possibly 4, and then day 4 on Tuesday. Wednesday, hopefully, on my Wednesday, so we'll be show 22 until Thursday afternoon will be.Lego Star Wars Skywalker Saga Day 2, and then Thursday night, we're working the looks. It's in the Great GQ. Tomorrow, I'm going to the movie, so there's no cast. That's why no Mario Kart, no Lego tomorrow. And right back next Friday and Saturday for Day 5 and 6 of Lego Star Wars 6. So that's it, coming together in the channel. Like I said, if all of a sudden we got lots of games coming up, we'll continue on with Lego Star Wars 6 till we beat it. And we also continue on with Lego Star Wars Skywalker Saga till we beat that.I got coming up in May, Wild Arms 3.
doing that in Pokemon Legends Arceus. That's coming up next month. So yeah. So follow me on social media, when I go live, Twitch, Instagram, all good engagement, both Facebook, Twitter, and YouTube. Speaking of YouTube, subscribe to the YouTube page for all the plays this past been a feature, including a playthrough of the Yakuza series so far, a playthrough of previous Lego games we've played, this previous Star Wars games we've played, previous Pokemon games we've played, and lots more. Good box, reservation, camera, interface, all kinds of good stuff, including exclusive WWE 2K22 content exclusive to the YouTube channel. We also got Discord, we're doing more stuff out in the future. And if you want a full 10 of playing what we got rest for 2022 into 2023, we do have a scheduling page for that. Because Twitch only goes for it so far. What's up, Crumps, who's got a chance to get Crumps to we haven't had a chance to those in a while, but part of the community that doesn't mind. I never complain, but he's playing OLB the Show 22. So yeah, what's up? Until the next time, I'm giving one. Peace!